それだってさっき、あ、そうなんです、うん、これ確かに、ね、やばくないですかこれ、これ松浦会長が、え、会長が10年つけ続けてきた、はい、それいつもやってるのライブで見てます、そう、松浦さっき、まあ、いただいたんです、はい、やばないですか、さっき対応してたら普通にハリウッドもらったんですか、おかしくないですか、もうそういう欲しいな、いいなぁ、欲しいっすね、聞いたことないですよ会長、おかしい、突然ハリウッド対応してたらもらうんですよ、どういう流れかわかるの、はい、まあ、流れは YouTube 載ってると思うんですけど、どんな流れか見てほしいんですけど、でもなんかこうずうずうしいんですよ、僕こうなんかずうずうしいことを笑いに変える能力があるんですよ、で相手も乗ってきちゃうんですよ、乗らされるじゃないですか、まあなんか美咲さんのコミュニケーションがあると思うんですけど、ドバイでハイブランド買っちゃってたから、そうそう確かにね、あれ受注にハマってたんですか、いやあれは半分それなんですよ、あれってああいう技術があるんですよ、なんかこう人を乗せるんですよ、なんかこう後で引けなくなってくる、僕と喋ってたらなんかもう引いたらなんか負けみたいな雰囲気出すんですよ、でなんか変なチキンレースみたいなのが始まってなんか分かんないけど何かを失ってるんですよ、怖い怖い怖い、買わないといけない雰囲気になりましたもんね、よく交わされるんですよ、ここじゃ買っちゃったんですか、そうなんですよ、しかも本当使ってないですからねそういう謎の技術があって謎すぎる、まあ、僕分かってないですけど、いや、買って会社通るって2回目とかでしょ、まだ僕は2回目ですね、2回目でしょ、めちゃくちゃ驚かれました、これ相当すごい僕らしくて、 ABEX の、いやそうっすよ、って時がもう本当かみたいな雰囲気だったんで、僕はよく分かんなかったんですけど、松浦会長のアイコンじゃないですか、でもここのニコさん、お疲れ様ですが入ってきたらなんかしつけてるんですよ、いやーどういうことこれ、そういうことが結構起きますね、実際なんかわかんないですよ